ページ。あー忍山ですね。あそれ確かこの間行った時に言われてたな。あこれ道の駅かかな。しゃかりき、しゃかりきはちょっと読んだことあります。道の駅大阪城残跡記念公園ストーンズ・オブ・大阪キャッスルコメモラティブパーク。大阪城に使われた石が切り出されたところのってことですかね。大阪城残跡記念公園、大阪城と直にっていうよりは大阪城を作ったと石が産出されたところって意味ですかね。写真展、あのウェブアルバムにはもう散々載せてますので。ここなんか 店はあんま大きくないですね。トイレと休憩所があって、わあこの休憩所寝やすそうかな。あベンチとかさすがに畳敷きのとこはないな。でも休憩できそう。ここあそうだ、休憩するんだったらここで宿調べるか。こんなんか多少暖房効いてるかもしれないし、クルツウェーバーは部下じゃなかったですかね。シュルツじゃなくてクルツか、そうそう。あとパンツァーフロントに出てきたシュトライバーっていう報酬もなんか頭の中で混じってしまってる。さてじゃあちょっと調べ物しましょうかね。あトイレですね。ない、あーダメですかね。都の省まで行かなきゃダメかな。この道の駅はまあそうですね。マイサドル、あバウアーだ、バウアーだ、ありがとうございます。バウアーだ、そうそう。こんばんは。よいしとりあえず小豆島町で検索。小豆島町の公式ウェブサイトから、小豆島町が東半分のはずなんで、そっちの方に宿があれば。でも確か都の省の宿とかも出てたような観光イベント情報。ちょっと今コメントまともに聞こえてないです。年を何お願い、ちょっと待ってください。宿宿泊施設一覧、お見たことないページだ。民宿堀越と古江ってとこありますね。でアイスホステルもあるな。ミネラル温泉三崎、値段は小豆島田舎の迎賓館三崎宿、値段情報ない。キラクソーっていうとこ場所どこだ。キラク
そう、青がまあ好きですね。ああ、こっちの方か。微妙だな。堀越とあと、どこって書いてあったっけ。松風荘、古浜。古。アナゴ映ってるか。浜。兵庫県赤穂市古浜町、違うわ。テント宿あ、ありますかね。旅荘古浜、旅荘古浜、何の伊豆なんですかねこれ。旅荘や古浜、あ、出た。あ、これ近いな結構。坂手港の割と近くでもあるな。旅荘古浜、ちょっとまあここにまず電話してみるか。イネスの近くですよね。皆さん分かんないですよね。6000円弱だったら許容範囲かな、私の場合は。じゃあここに電話してみよう、まずは。今日はおかみさんが当該に出てるんでやってないんだそうです。次、松風荘。泊まりだけど取れた。
あと GoPro のメディアが切れた。じゃない、これバッテリー切れか。あ、そうか、さっき電池切れたままだった、忘れてた、硬化するの忘れてた。ちょっとバッテリー持ってくる。素泊まりなんで夕食どっかで食わなきゃいけないですね。まあ、あの辺り醤油工場とかあるから、あーでも夜までやってる店なさそうだな。まあなんとか探して行ってみますか。一応6時ぐらいには着くだろうっていうふうに言ったんですけど、まあ素泊まりだから遅れても大丈夫でしょう。13時1分36、37、38。よし。持ちなので。セブン、あの辺りセブンあります？よいしょ。儀式、今のあの GoPro の映像と別録音の IC レコーダーの音を合わせるための儀式です。この放送にはその IC レコーダーからさらにモニター出力したやつをパソコン経由で流してます。吹けたか。パチンコなんですよね、あれは。今のはこれ始めてからようやくあの映画のカチンコの意味を知った。私は IC レコーダーからあの外付けマイクなんですよ。建前か。 V サインV サイン。さて、また水泥取りとこうかな。あとはこれで PC が今どんだけバッテリー食ってたかな。ポタファイをバッテリーにつないで、どれがかっこいい。まあ、基本的にかっこいいっていうのはわかるけれども、ここ。あ、ちなみにあの素泊まり4000円でした。まあ民宿で普通ですよね。そんなめちゃくちゃ安いわけじゃないけど、まあ、民宿素泊まり4000円だったらいいぐらいじゃないかなと。じゃあ尿行ってきます。
ようかな。うん、時間にまだ間に合う、まだ間に合う。途中で切り上げてもいいんですから。何しに行くのか分からんけど、出発。いい音してるでしょう、テレビ。ああ、でも私の場合これイベントがあるときしか面白くないですからね。面白いって自分で言ってますけどね。イベントがなくて淡々と走ってるときにはコメントもそんなに多くないので、私のこの自転車はいつイベントが起きるかさっぱり分かんないですからね。お猿、あれか、調子系のところか。別にお猿の施設行かなくてもお猿いっぱいいるんですけどね。お、これはその見たままに読んでいいのかな。小学生が好きそうな名前だ。また小学生でいじってしまったけど、見てて78番ってことは結構後半ですね、というネタが今見えたので。いや、夏休みじゃないです、さすがに。やっぱりうんこなのか、あれ。なんて言うんでしょうね、あれ。雲ゆえかな、雲ゆえかな、やっぱり。雲ゆえかもしれないな。こうとは言わないんじゃないかな。国際は新チャンネタですかね。映画で確かありましたよね。というネタは散々されてるんだろうな。お寺、神社、お寺ですよね。88箇所はお寺でしたね、確か。弘法大師ですよね、88箇所少なくともオリジナルのところは。トイレ、やっぱりうんこなのか。なんでそんなネタにされそうな名前に。誰が名前つけたの。ああ、それだったらその運の方にしときゃいいのに。何十ん、これ昨日向こうに見えてるのあれは岡山の方だと思います。島です。掛布と落合、掛布と落合。私が顔知ってるのはなんとなく掛布の顔知ってるような気がするから、掛布の方が上。てか年代的には掛布の方が前じゃないんですかね。こういるの緑かな。瀬島に、あ、電波が。さて、あと宿まで何キロあるかだな、この辺りから。西鉄。あ、そうか。サイクリングターミナルのあの場所までもともと予定ルート作ってたから、ルートラボで今の場所で照らし合わせれば、ソフトバンクルートラボのマイページで、パスワードは秘密、 GoPro にも映らないようにして。もちろんですよ、広島といったらカープじゃないですか。毛利元成、え、私がですか。吉川元春じゃないんだっけ。稼働かもよく知りません。で、12月1日ルート案で、うん、どうかな。優勝セールのファンとかいるんですか、世の中には。 OK で、
こうして今ここかとすると距離残り40キロあるな。でも最後はショートカットできるから、楽天セールのまだ40キロ残ってますね。参った参った。40キロだと1時間10キロだとして17時だけど、あーまあいけるかな。最後ちょっとショートカットすることもできるんで。お隣の次男、そう、他にその辺りの名前の人がいるということしか知らない。その時代にどういう活躍した人かっていうのはよく知らないんです。マシュマロが浮いてる、あの形。ツールドラフランスの方です。私は過去にツールドラフランスで最も遠くから北で賞に入賞して、ラフランスの一番高いグレードのやつを5キロ分もらって持って帰れずに、あの福岡の実家に送ったことあります。神奈川県で一番遠くから北で賞を取れたっていうのは、あの水曜日の祝日とか、水曜日の祝日っていう、あの県外から来る人間に対して来るなっていうような時期、あの日程でやった年があったんですよ。ツールドラフランス、山形県上山市、海岸線もありますね。平坦じゃないんですよ、ここ。持って、あ、そうだ、あと昨日またオーナーさんから言われたところで、山なんとかっていう醤油工場の方の見学に行けって言われたんで、最後そこに行ったら夕飯食えるかな。山なんとか、どうしても4文字のうちの最初の2文字しか記憶することができない。そう、上野山市、ラフランス、上野山温泉っていう駅ですね、あそこは。マリオさんが、あのラフランスの時はマリオさん一緒じゃなくて、アーツさんと、あと私会社仲間の2人、 H さんと A さん。何興味が、石の絵手紙コーナー結構あるな。住民票で、これブーじゃないですか、この緑色の紙だからブーじゃないんですか、これドドーンと一発災いを追い払いまする、これブーじゃないですか。髪の毛の色と髪型からして、いやあっちアフロか、はあ、と思いましたよ。あ、山六、そうそう、山六、確か山六の方です。北海へそ祭り、なぜ富良野市、これなんて読むんだ、面浮き立て、ナイター顔に登り、いやいやいや、制作協力桜クレパス、ブー、高木ブー、鬼で、あの滑覆のいい体格で、で緑色の髪って言ったらブーさんじゃないですか、やっぱ醤油スイーツか。あー、でも夕食にはならないですね。あとスイーツメインだったら夕方5時6時はもうやってない感じでしょうね。だったらどっか商店なり、もしコンビニがあればコンビニでなんか買っていくしかないか。でオーナーさんがこの島で最大の一押しの店がですね、あの取材とか、ま、あの取材とか配信とか全くお断りのイートっていう店があるんですけど、 EAT のイート、そこは11時スタートでもう終わってるのかな。そこだけは絶対行けって言われたけど、だから一周するんだったら無理だろうっていうふうに反論したんですけどね、それは無理ですって。でもなぜかここは行けって言われて、だから行けない、時間的に。あれはネタなんだろうか、そういう。いや、いかんぞ。
11時スタートの時にもう店に入れって言われたんだけど、直行したって無理だろそれ。いや直行したらいけるか。ただこういう時計回りに島回ってくるんだったら絶対間に合わない。ああ17時ギリギリですね。いけない。いや争いというか、なんか昨日オーナーさんの声が夜配信の時に聞こえてたのが全部口喧嘩に聞こえたらしいですね。あれ単に声がでかいだけですから、声とテンションが大きいだけですから、大きくて高いだけですから。言ってる内容は普通の旅行相談なんですけどね。でその店もやっぱりなんか腹いっぱい食べられるらしいです。あとオーナーさんの自転車仲間が写真に写ってるとかどうとか。オーナーさんの自転車仲間の人は70歳。この間しまなみ海道に一緒に走りに行って、自転車同士で追突してあばら骨が折れたけども病院にも行かずそのまま走り切ったっていう。そう70歳の大阪ん？ああそれもあるかも。あそうか、もともとオーナーさん大阪の人だ。そういえばそういやそうだった。私はそれで病院に行かずに大丈夫大丈夫って言いながら走り続けるのはどうかと思いますけどね。すごいとは思うけど心配かけちゃいかんだろう。うん、香川県です。愛媛県、いや愛媛県は結構離れてますよね。松山がある愛媛県、道後温泉がある愛媛県、あとそこら中にみかんの畑がある。しまなみ海道も途中まで愛媛県だったかな。しまなみ海道は尾道か。あれ尾道って何県だっけ。広島か。営業、あでしょうね。私はなんか確かに仕事の時もお客さん先とかでなんかいらんこと言ってるような気がする。あとなんか追加でどうしても言い訳したくなるんですよね。断言ができないから。兵庫か。しまなみいいですよ、あそこ。途中の島でいろいろ寄り道すると面白いです。まっすぐ走るとそんなに、小豆島意外と北側というか直径そんなにでかくないけど海岸線が長いんですよ。怒号総研、なぜ今怒り2の話を。不動期、あ今年のですか。おあばら、あリブスが。お客さんと話すタイミングもあるんですけどね、うまいことアピールとかできないな私は。それじゃ社会人としてダメなんだけど、なんとかその嘘っぽいことを回避したくなる気持ちがあるんで。しまなみは博多島でクッキーとかケーキとか食べたのと、大三島がなんかそんなにないんですけど、あそこにいい店があったらしいです。オーナーさんが言うには。なんて店だっけ。 IT しよう。まあ実際はこうなんですけどねみたいな話をついしたくなる。最近ますますそれじゃいけなくなってきてるのに。あで、あと尾道のアナゴの寝床っていう名前のゲストハウスが、ゲストハウスを30分ぐらい押してたな、オーナーさんは。喋ってる時間にして30分ぐらい。おでそこはなんか旅なんとか女旅っていうテレビ番組でも紹介されたってんで、そのテレビをなのに年齢的にはそうですよね。県道でしょうね今ここは。海沿いのメイン道路なんで30分は。そう
あのオーナーさんのテンションに合わせていくところが苦にならない人が一番合うところなんだろうな、そこは。ちょっとあのオーナーさんは夢見がちなところもあるんで、あの人間のいろんな進歩を否定する感じの人だったんで、そこのところも素直にそうですねとか言えなかったな。まあそういう考え方もありますよねって感じでした。産業革命は不要だったとか言ってましたから、私今の生活を享受しているのでそれちょっと言えないですっていう超ノリの悪い回答をしました。あ、そうだ、これ日の宮蔵だ。さっき名前が出てこなかったけど、今日泊まりです。さっき宿取りました。松風荘、坂手港のあたり、まだ40キロぐらい先です。非常に信用できる。あ、そう、なんか信用されなくなるのも嫌だっていうのありますね。確かに安っぽく見えてしまうのが嫌だっていうのもある、自分的に。のでいつかあの集団多分見りゃすぐ分かりますよね。日野翔平さんがさっき先頭に走ってて、後ろからいろんな機材を積んだスタッフが走ってくるっていう。あと多分あのバンも並走はしてるんですよね、おそらく。その自転車たちが走っていくところを上からあの俯瞰で撮ってるところもあるんで、ずっと並走してたらあの車邪魔になるんだろうけど、基本走行中は自転車同士で取り合って配信見ないだろうと思って今言ってますけど、私は今見られてたらやばいな。オーナーさんはアナログカメラ使ってるような人ですから、ネット配信とか絶対ミスいなかった。だけど確かにファンが多いっていうのもよくわかりますよ、あのライダーハウス。波長が合う人同士だったらあの盛り上がりすぎてちょっと困るぐらいの状態じゃないかと、と思います。まあ、私も面白かったんですけどね、昨日。また次に来た時に一晩は泊まると思う。二晩目は泊まらないんじゃないかな。お、日野翔平が、このライダーハウスだとリビングにいる限りは、あ、してます。リビングにいる以上はあのパソコン見ながら翌日のルート作ったりとかできないですから、常に話しかけられてる状態ですからね。いや、あれは2階の寝室のとこです。雨の日はあそこがシアタールームになったり。あ、そうだ、あとこれはですね、時間にして10分ぐらいの推しだったんですけど、あのクラウドアトラスっていう映画が超面白かったって言ってました。クラウドアトラス、10分ぐらいの推しで、あのうどん屋さんとかの推しほど長くはなかったですけどね。映画、ここは大した坂じゃなかったですね。でもまあ、私は明日の帰りの新幹線は、駅ネットで割引のままだ買えるかな。前日は無理かな。あの、駅ネットでたまに割引で乗れる新幹線あったりしますからね、1割ぐらい。おお。あ、今のところ海沿いの集落の方、押しまくる？押すんですか？左行ったらまた登ってこなきゃいけないか。いや、途中で合流してるな。よし、行ってみるか。どうでしょう、海水浴、こっちの方そうなんですかね。小豆島の北側の方、
行ってみるか。あそこの海岸線すごいですね。このグローブのどこがボロいって言うんですか。ああこっちか。ん？エクスプレス、あれ持ってないんですよ。エキネット会員ではあるけど。よし。12分の5。あ、延長しましたかね。ちょっとこっち側に入って、またすぐ先で合流すると思います。そう、このグローブの替えが欲しいんですけども、多分売ってないから。てかこの間ワイズの店行ったらもう売ってなかった。このワイズブランドのやプライベートブランド的なやつ。猫だ。あ、でも皮膚に当たるとこじゃ、あ、子猫逃げた。黒子猫逃げた。今日は民宿だからやたしてやると思います。まあ、なんかネタがあるわけではないですけどね。またなんか宿の欠点を挙げつらうような放送、宿配信を。私は面白がってやってるけど、人によっちゃ宿のイメージ悪くなったりしてるかな。あれもしそうだったらあまり良くない。私が好きなところ、好きなポイントっていうのはいろいろ変な君のなんか言う古い設備とか変な設備があったりすると大喜びするんですけど。ん？ん？お酒も。これ左かな。お酒、まずそもそも食料の調達ができるかどうかですね。下手すら今日の夕食マフィンだ。マフィン2個だ。2個残ってますんで今。宿配信は多分10時ぐらいにやると思いますけどね。あ、じゃあ天気を塗ってるサングラスのおじいさんからジロリと見られた。見られるかどうかはサングラスで分からんかったけど。ここはなんかパンダとタヌキ押しだな。うん、日付に、ああ私あの汗かいて蒸れるのが苦手で通気性優先しちゃってますね。なかなか、うん、お風呂入れると思います。夏は、うん、私もそうですね。相当寒くならない限り私指切りですね。相当というかあの、まあ、この時期の峠の下りとかはもうどうしようもないですけど、風も今あんまないです。今日はあの気候的にサイクリングいい日ですよ。 YouTube 今のペースだと 2,3 ヶ月後になりますね。今夏休み分が終わって9月いっぱい分が終わって赤く赤くでしょうね。10月20日あたりの分が今これから編集に入るとこなんですよ。だからもう1ヶ月半ぐらい落ちてきてる。朝であんまり経験ないな、そういうのは。お、おお、何やってんだ、あれ何やってんだ。バーベキューか。バーベキューだ。へえ。こういう時にしれっとな、こんにちはとか言った、はいっていうことは私にはできないな。何の集まりだったんですかね、今。それありがとうございます。 Big wave come from moon. Do you like surfing? Yes, don't touch me. Keep surfing. Aloha, Honolulu, Hawaii. ってどういう、これはここには和とか書いてあるし、数と読む和です。今のコンテンツの絵は一体何の意味が、ちょっと混ぜてもらいたかったな。なんかじっと見てたら多分声かけられると思うんですけどね。それは単純に不審がられるか。ドントタッチミーってのは何なんですかね。イエスドントタッチミーってマヒン、ん、
Keep me alone。 いやそれでもなぜそこに書いてあるのかが、向こうに行った川沿いの内陸の方の位置か。じゃあこっちだ。あ、この辺りにも市街地あるんですね。総合ストア、川下、開いてない。ん、パンクした。なんかトボトボしてる感じで、その哀れみを誘う作戦ですね。これ小学校かな。大部小学校、大部校。あ、あれ日置って読むんだったっけ。今日あのライダーハウスで一緒だったバイクの人がここから渡るって言ってた、だったっけ。いや近く岡山の方に渡るって言ってたかな。タイヤ、いやずっとこの同じ 1.5 インチ幅。あ、なんだっけこれ、32だっけ、32ミリのやつだっけ、のやつです。あー、フリー乗り場。じゃあ、あ、じゃないです。乗船ちゃうなって言われました今。フェリーターミナルが、あー、いやどうだろう、多分フェリーが来る時間しかやってない店ばっかりなんじゃないですかね。そうそう、店あるかどうかも怪しいです、あそこは。坂手港、おやつか、マフィンあるんですよね。できれば温めて食べたいけど、多分カリカリ感はまだ残ってると思うから。ん、どの、あ、ここからの船で、そうですね、ここからこの向こう側の本州方面に向かうフェリーは3箇所あります。岡山に向かうやつと、ここから日与港でいいのかなに行くやつと、もう一つは姫路に向かうやつがあります。あ、自然に姫路とか言えるようになったな。釣りしてみるかしないですね。あ、今のところですか。え、今はフェリー来てなかったですよね。なんかフェリーっぽいのいましたっけ。でこの先13キロ先のだいたいあの島の東側あたりにある福田港っていうところが安治姫路ですよね。姫路向かい、姫路に向かう船、ね、ロリオツル、どういう意味だ。なんかそれ、私は言われのないロリ疑惑とか言われてるんですか。山平醤油、3ですね。なぜか集うなおっさんしかいない。ん？結婚が？また登りです。結婚の絵？あれ？じゃあ単なる聞き間違いか、私の思い込みか。ローリー寺にしようって、ローリー寺にして誰でしたっけ、名前は聞いたことあるけど、なんかわからないけど、ロッカーかな。上り下りが多いです。あ、本当にロッカーで合ってますかね。トータルプランナー、ストーン FO の店、オーベじゃない、石だあれ。ローリーが名字なんだ。あ、公民宿舎。ん、どれがすごい。ここ石屋さんですね。石っていうのが、あのちょっとカッコつけた本当になってて、 FO っていう書いてあるように見えました。ストーンでした。はあ、FO なんて元素記号なかったよね、なかったよなと思いながら、
今見えましたよね。綺麗なミラー加工の窓じゃないドアかあれでしたと、ガラス戸かな。見えましたかね。四国、そうか、ここも四国ですからね。そういやあんまり意識がないけど、今四国にいます。あ、フェリーなんか来てるな、あそこ。あそこ飛んでるのはプロペラ機かな、あの音は。形がなんか変だ。エロい、エロい。三島サイクル、サイクルセンター。あ、やっぱりサイクルか。ん、何走ってみたいと。今リが隠れてたよ。三島リサイクルセンタープレス工場。サイクルセンターじゃないか、やっぱり。こういうところは大体リサイクルだけど、あれ本当にサイクルかと一瞬思いました今。リサイクルですよね。サイクル。ちょうど今隠れて見えなかったんで。ワンピースが四国を馬鹿にしてやがった。ワンピースという漫画の中で四国がディスられてたということですね。ディスペクトされてたってことですね。このうどん野郎とかいう罵倒があったんですかね。四国といったらうどんでもないか。この88箇所やろうっていう、そう、脳の締まり。ああ、あの辺り登ってる道、あれだと標高100はいってないぐらいかな、50メートルぐらい。小豆島観光案内図、出勤さえらっしゃいませ。現在地はどこまで来た。現在地はあれかな、貝浜。違う、千鳥ヶ浜だ。今地図だと千鳥ヶ浜はどこ。千鳥ヶ浜なんてない。ん、今いるところはシルバービーチって書いてあるな。大部の先に小部がある。福田港まで 10.5 キロ、草壁港まで 25.5 キロか。しかもショートカット出て 25.5 キロか。まあ最後は日が暮れてきたらもうショートカットですね。地図で。これ最後ショートカットして70キロ割るぐらいかな今日は。まあ時間が間に合えば予定通り走りますけど、暗くなってきたらもうさっぱり、あの、すっかり諦めて、すっぱり諦めて。こまめ。この中にこまめっていう地名島内にあるんですかね。こまめ食堂はあったけど昨日間に合わない。イベントタブ、ああそう、あの、私自身も便利だし、あとタイムシフト見る人のために、あの、そういうの作ってもらっ、あの、リスト作ったりもするんですよ。旅館あるな。国民宿舎もある。といってもここに泊まったら明日また移動するのは大変だからここには泊まりませんが、結構でかい始末ですね。ここは小部だ、小部。
100円ショップ。酒100円ショップ入り口。どういうか大阪屋ですか。あ、なんか聞いたことあるな大阪屋。なんで見たんだっけ。本日は閉店しました。酒100円ショップ。たまって、あ、さっきのところ国民宿舎とか旅館ありましたからね。食品、米、飲み物、お菓子とか。米100円っておかしくないか。で、この体育館、勝谷体育館、下になんか2文字隠れてるな。勝谷何だ。なんとか用、何用って書いてある、あれ。あー、下に隠れてる文字が読めない。年末でも、ただ勝谷体育館としか書いてないな、これ。町営ってことかな、これは。旅館、宿泊者、Vサイン、どこに。で、また集落これで終わりかな。あ、キャンプ場、この辺りか。ん、何が余った。向こうの山、なかなか今紅葉の色がそこそこ分かるようになってる。そう、びっくりしたよ。今騙されたよ。嫌ですよね。まだ最後の語尾が書いてある分、今のは良心を感じたな。そんなバカなと思いましたよ今。今本当にその 90% 切ったら、それバッテリーがもう下手って死んでるってことになりますからね。ウィンドウの映ってるかどうか意識してなかったです、さっきは。道交法、その話題はかなり出ました。でも私は道交法はこの放送をやってる関係上、普通以上に気にしてるんで、まあ大丈夫かなと思ってます。超えています。 100% だからな今。お、子供自転車。そう、三浦総合がもう大変な滞在に。三河倉庫じゃなくて三河に寄って何か見てたみたいですね。人って今子供じゃなかったか、女性だったか今のは。いや、電池はまだまだ持つと思います。夕方6時とかになってくるとやばいかな。その前に多分バッテリーが切れて、外部バッテリーが切れて、あとはパソコン本体とそれぞれ GoPro 本体でどんだけ持つか。そこ、妙見製麺、手延べそうめん。え、これはやってんのかな。まあ、そもそもですよね、もともと逆走自体がそうめん食べてないです。はい、そう。オリーブ食べてないなので、そうそう、 GoPro3 ブラックエディションです。3プラスが最近出てます。 GoPro3 のブラックエディションの問題点は、やたら黄色くすること。それ補正すると、この青空の色がなんていうのかな、あのシアンハイエンド、そうですね、私がかかってるやつはエディション的には一番上のやつ。この空の水色がやらい落ち着かない色になってしまうんですよ。
黄緑色によった青みたいな感じ。なんか白っぽい水色になっちゃうんですよね。だから私は GoPro の今のこの GoPro3 の動画をエンコードするときには毎回確か緑色を少し落として赤と青を少し強くしてるだったかな。そう、色これなんとかならないかなと。それが実は3プラスでは、最近出た3プラスではそのあたりの調整は良くなってるらしいです。基本的に GoPro3 素で撮ると黄色い。他になんかデジカメでいうとこのローモードみたいな感じで撮るプロチューモードっていうのがこのカメラにあるんですけど、私はそこから色調整するほどめんどくさいことはしないので、また一つ丘越えた標高35で、こっち側のこの崖になっているところは昔3が出た頃から黄色かったんですね。最初からGoPro2 は色的に不自然なところはあまりなかったです。私は今2と3にこもってます。ただし2は3に比べると、3の方はやっぱりそのビシッと映る細部が細かくくっきり映ってるのと、あと本体が軽いっていうところがメリットかな。採石場かなんかあるんですかね、この削れっぷりは。ああ、採石場っぽいな。えらい削られようで山がなくなりつつあるみたいに見えます。こっちに取り残されたところが。キリンさんいらっしゃいませ。それより前のことは覚えてない。ビクターのライブカメラはアディクソンですかね。あれはちょっと重量的に少し重たいんじゃなかったかな。どうでしたっけ。なんかあんまり評判良くないみたいですけどね、みちゃんとかだと。みちゃんのなんだっけ、いやもうむちゃくちゃ削られてますねこれ。そう、北側の方ものすごい削られっぷりです。見たとこ石灰とかの白い色じゃないんで、何に削ってるんですかねこれ。大阪城とかでも使われた石を削り出してるんですかね。いやでも白っぽいかな。すごいな、石灰とかだったら。いや分からないね、やっぱり私ごときじゃ。赤石そんなに大量にいるもんでしょうか。あと墓石とかだったの黒っぽい石のイメージがあるんで、この白いやつはなんか別の用途なんじゃないですかね。見たとこその城にお城に使われそうな石にも見えない。バス回ってるのか。これどの辺りまで山があったのかな。こっちの方まで多分山裾あったんじゃないですかね。と言ってたのはなんか工場みたいなものがあんまり見当たらない。関西、あ、そうなんですか。ってことは単純に土砂みたいなもんかな。土砂として使うようなイメージかな。説明がどっかにないかなと。トラックの給油所かなこれは。ちょっと曇ってきた。あ、
の背後で色のついたスモーク爆発させるようなイメージですね。どうした、関空の、それまでは関空のせいで、関空がない、関空があるのはどこだっけ、大阪でいいんですかね。関空ってどこから繋がってたっけ、あれって大阪県内なのか、大阪府内なのかな。あんまりなんか大阪ってイメージないですけど、私関空は。うわ、三島鉄工、椅子、変えてみる価値ありますね。あそこ大阪でいいんですか。埼玉には加納鉱山ってなりますよね。鉱山でいいんだったかな、加納山っていうのが。山奥の方から秩父市街の方まで山の中突っ切ってベルトコンベア作られてますよね、あそこ加納山。地図見たらなんか不自然な線があの山の中突っ切ってます。秩父であの地図上目立ちますよね、あれ石材か、本当に石材として切り出せるのか、これ岩石採取標識、石材用に削られてるのか、これ本当に。であそこになんか石垣みたいに石がえらい積んである、本当にそうなのか。あと、あ、位置とかもありそうですね。あとハンドルポジション、あのサドルが低すぎるとかで、手と尻の重量分散ができてないとかの可能性もあるのかな。まあ話、そんなとも話聞いただけで限定はできないですね、特定はできないですね、原因は。山畑すごいですよね。どうした、在玉の浦、私痛くならないな。私は尻の、なんていうのかな、両脇のあの骨の下のところが痛くなりますね。その骨とサドルの間に挟まれた筋肉とか皮膚部分が痛くなる。座骨。私はその痛くなり方は一般的なんじゃないかなと思ってたんですけど、男の人に。またなんかホモのそのホモの下ネタ方面か。ん？あ、これが座骨か。玉筋つらないというか、玉筋がつるってどういう状態だ。腰は今のところどうかなったことはないですね、まだ。ん？千葉。千葉。ケツニキビ？ああ、なんか出来物みたいなのができたりすると、えらい痛いですよね、自転車旅行中は。うん。ジョジの耳でタンポポ発が、さっぱりわからない。ひとかけらもわからない。左はそうですね、多分これ右側に行っても島一周どこ見ても瀬戸内海です。瀬戸内海に浮かんでる島なので、はあ、身の中で、なんか頭から柿の種を飲んだら頭から木が生えて、でそれ引っこ抜いたところにできた穴にまた池ができてとか、なんかそういう話みたいですね。あの話考えると結構恐ろしいんだけどな。確かあれ柿の種の話でしたっけ、昔話的なやつで、頭に木が生えて引っ込んでいたところに池ができてっていうのは。それはもうすでに脳がない。木が生えた時点ですでにアウト。
これさっき向こうから遠くから見てた登る道が始まってんのかな。もう6時間その話確か、いや筒井康隆の小説じゃないと思います。頭山っていうのがあるんでしたっけ。桜の木が生えるとかいう話だったような。ってことは桜んぼか、幸先上司か。すごい削りっぷりですね本当に。石材用なのか。本当にその大阪城の石が切り出した頃からずっとやってるんですかねこれは。だから山があんなことに。あれもそうか、多分これもそうだ。これがこの北側で削られ続けてる岩なのか。ああ多分そうですね。いらっしゃいませ。この金属の杭を打ち込んで割った跡がある。用途的にはこれ結構綺麗な、物欲と性欲微妙なとこだな。自販機が、自販機の話何でしたっけ。あ、そうだ、今日一周始めてから一口もお茶飲んでなかったな。昨日の夜から残りっぱなしです。お城、でも北が意外と電波ありましたね。亀山線ずっと走ってる時どっかで切れるかなと思ったけど、そんなに切れなかったですね。そう、くさび打ち込んだへこみがありました。うわぁ、杭の跡が。あー、手ぬぐい頭にしないとチクチクするな。額のあたりが、ヘルメットのパッドが直に当たって、もともとそうしないためのパッドなんだろうけど、手ぬぐいとかで巻いてやんわりしたのに鳴らしてるとヘルメットのパッドもチクチクする。お、今のは編集、普通にですね、地図とかコメントのを流したやつをブラウザで作っ、ブラウザの JavaScript で作って、それをデスクトップ録画して、これなんかザクロっぽいけど、多分ザクロじゃないですよね。やった。おー、なんか、これの匂いかな。違うな。小豆島らしいですね。さっき道の駅大阪城残石記念公園とかいうところがありました。大阪城の石垣に使われた石が取られたとこじゃないかなと思うんですけど、うわうわぁ、あそこ観光客らしい人があそこまで歩いていってる。距離、あ、船で沈んだりもしたんでしょうね。なんか年配のご夫婦があの先端の方まで行って下見下ろしてますよ。今映像これ映ってますかね。そう、 Java です。 JavaScript はブラウザ上で動かせるスクリプトです。あと HTML5は、あれはまあスクリプトというか、あれはオブジェクトかな。 YouTube はですね、 20GB までです、アップロードできるファイル。それをエンコード、向こうでエンコードされて、私は MPEG2 でできるだけエンコード負荷低くして 20GB 未満のファイル作って、で YouTube にアップすると大体10分の1ぐらいのサイズにエンコードされてますね。とにかくアップロードするときはできるだけ綺麗な映像をアップして、で向こうでエンコードされてそれが落ちるっていう。時間制限もあったけど、それは
Google プラスとかで個人認証で登録すると制限撤廃されます。時間で言ったら最大限どのぐらいになるのかな。で、私はだいたい1日分の動画ファイルは5個ぐらいですね、最大で。ソースはこんな感じでやってますっていうスクリプトをツイッターで流したりしたこともあるんですけどね。ただ解析は52って感じなんで、なんか全然そのモジュール化してなくてベタベタに書いてあります。3時間か。私も今のその元ファイルを作るビットレート落とせば3時間4時間のファイルは作れるんですけどね。でも元映像の方はできるだけ綺麗にしとこうと思って。ん？ Java が？ JavaScript のアンインストールってできないですよね、ブラウザ組み込みだから。小豆島町、やっとここから小豆島町か。今は殿庄町でしたね、ここまでは。これでもうすぐ右上あたりを通過することになるのかな。フェイスブックか。 YouTube もなんか個人名でチャンネル作れみたいな言われ方してきて、鬱陶しい。好きにやらせろよ。あ、Java のオフはそうですね。でも Java オフにするといろいろ動かないページも多いんじゃないですかね。だいたい動的なコンテンツは JavaScript で作られているのが多いと思うんで、あとはフラッシュか。フラッシュもあれ一体どんだけ頻繁にアップデートすればいいんですかね。あ、ランタイム。Java のランタイムみたいなのは JavaScript のランタイムってないですよね。Java と JavaScript 別物だし。傘もすごいですよね、あれ多すぎるでしょ、いくらなんでも。本当にそんなに必要なのか。あそこまたえらい削られてる感じの島が見える。あれ島だよな、こっちと離れてるから。なんか島の上半分が武甲山みたいになった島があります。セキュリティアップデート、どんだけセキュリティ問題あるんですかね、あれ。ああ、睡眠時間ものすごく取ったはずなんですけどね。昨日も10時過ぎ、11時半、11時前には寝てて、6時頃目覚ましたんで、7時間以上は寝てるはず。クラウド。姫路の島？ 15 時間。そこってどこ？やっぱり午後は結構曇るっていう。あ、でも晴れてはいるな。今山陰になってんだ、ここは。6時間。ああ、徹夜で
にしても15時間ぶっ続けて寝られるっていうのはすごいですね。途中で目覚ましますよね普通は。朝は、まあ、今日は小野さんが先に起きて1階でストーブ入れてくれてたんでそんなに寒くないです部屋は。またなんでこんなとこ歩いてんだろう。崩れた。どこからどこまで歩いてたんだ今の人。もう2、照らしてくださいぜひ。ああ、大体登ってきたかなこれで。展望所もあるし。かな。ないっすか、マジっすか。焦点もなかったらやばいですね。ああ、展望所が多分展望所だからこういう風になってんだと思うんだけど、一切見えません。ここから先急激に下って港まで降りてまた登っていくんだなこれ。あ、日が照ってきた。お団子がマフィン休憩しようかなと思いました。今よいしょ。セブン、あちこちにありましたよセブン。サークル系だかサンクスだかが全部セブンに置き換わったような話をしてましたけどね、オーナーさんが。例のライダーハウスの太田さんが。残りはメディアマート1時間しかないな。あ、これもしかして電波がない。あれ今これ流れてますかね、声と映像は。
あ、来た来た。あの今朝の秋茶さんの取っていただいたシュークリームいただきます。今行ってないかな。あ、こういうの今の道端のあの東屋で今朝秋茶さんにもらったシュークリームいただきます。画面がカメラは止まってないみたいなんで、え、今は電波かな。ちょっとあの食べ終わってから確認します。うん、甘い甘い。ミルクトロリンシュ、ミルクたっぷりトロリンシュー食べてます。汗が汗が。ん、これ東屋がある道が膨らんでて東屋があるから多分展望所扱いだと思うんですけど、あの木が生い茂ってて全く景色は見えません。あ、その辺りで止まっちゃってるんですね。ごちそうさまでした。これ電波かな。これ多分電波ですね。アナローディング。じゃあまあ、あの移動します。コレステロール値が高い。とうとう食事に気をつけるとまで言われてしまった。じゃあ進みます。タオリンか。
なんか値だけ一時的に下がっても、トータルでそれって下がった状態維持できるんですかね。タウリン 1000mg って何に入ってるんでしたっけ。 1000mg って 1g のことですよね。英語、英単語長いのは読まない、読めないようにしてあるんですよ。たまになんか無理やり読もうとしてものすごく長い読み上げになっちゃうんで。この先映像戻るかな。ん ?94 ってことはリポビタン D ですかね。 D でタウリン、タフマンとかもそうじゃなかったですかね。タウリンが入ってるやつ、同じタだからタウリンのサプリですか。なんか私サプリ飲むことに抵抗があって、なんか過剰に健康に気を使ってる薬やろうみたいなイメージを持ってる私の頭の中で、薬の、そのビタミンの錠剤飲むっていうことに関して、それも偏見だろうな。なので本当に役に立つっていうことが理解できたら飲みたいと思うんですけどね。タウリンタブレットとか聞いたことないな。まだ2時過ぎなのにこの日暮れっぷり。私は眠たい時にはモンスターのゼロっていう、あ、動いてない、私が映ってる映像ってどこだろう。私が映るとしたらさっきシュークリーム食った時ぐらいですけど、その時映像行ってない感じでしたよね。やっぱり、いや反対じゃなくて、まだその本当に役に立つというのが納得できてない、理解できてないだけです。なんか鵜呑みにしたくないっていう気持ちもあって、数値が、なるほど、いろいろ飲むのか。私はこの辺りはかなり偏見入ってるな。そのなんか薬を飲むのは自然じゃないみたいないう偏見が入ってますね。単純に私はまだほとんど薬のお世話になってないせいでそういうのがあります。嘘、流れてない感じでしたよ。だとしたら声だって同じタイミングで言ってるはずですけど、でも私は今コメントとやり取りしてますよね。おお、そこになんか四角い建物っていうか何らかの人工物があるな。飛び飛び止まった。電波状況なんでしょうね、これ。やっぱり機材は動いてるみたいでした、さっき見た限りでは。これは繋がってる島なのかな、医者に。あー、どうかな。私はなんか医者で、男人ケーキか。私はシュークリーム食いましたけどね。今女性からいただいたシュークリームを食べましたけどね。今女性からいただいた、あれダムか、あそこにダムが見える。これか、タウリンパウダー。
あったあった、これだ。ふーんって向こうの方にあるあれはまだ来ない。来た、吉田ダム。酵素、ビール酵母とかいうなんか健康関係のやつもありませんでしたっけ。よっと、向こうの方に吉田ダムが見える。転べ、え、この私に対してですか。今まさかこの私に対して転べとか言ってませんよね、今の。誰やろうこの私に。結婚願望は、難しいところだな。吉田温泉の下にオートピレッジヤシダって書いてあるんですけどね、吉田とヤシダは多分関係ないですよね。吉田温泉って書いてありますね。まあその後上りとかあるから入らないけども、そう、女性からもらったショークリームを食べました、今。お、あそこ島、あ、繋がってるな。紅茶キノコ、紅茶キノコってそもそも何だったっけな。強奪あ、いただいたって、そういういただきマン的な。ん、美人の方でしたか。次役ですか。あ、そうか、8時半スタートだったから、そうですね。じゃあ今予約しとこうかな、電波あるうちに。そのことは言うな。あ、また液晶の中漏れてきてる。じゃあ男性からもらったシュークリーム、男性からもらったのは大体私はガリガリが多いな。ガリガリ君が、あの大畑のミラクルマオさんからはミラクルマオ君さんでよかったかな、ミラクルマオさんでよかったよな、から2回もらってるのと、青森県で、あとは浅虫じゃなくて夏泊半島のあたりで、あの時もらった方なんていう名前だったっけ、あのカップルなのかご夫婦なのかで車で来られてた人からガリガリもらって、あと他にもガリガリもらったことがあったようなって、あ、これはまたやりづらいな。ガリガリか、こっちを再利用して、ん、あ、今来てますかね。で、一番直近のやつの中身をコピーするっていうのができないか。あ、結構これ難しい。まあいいか、別の名前で枠取りゃいいか。昨日の分から再利用して、小豆島3日目、泊まり、ああ、女子高生かどうかあまり知らないんですけどね。この間あの青森で八戸のところでもらったのは観光費でした。ん、予約が泊まります。ん、ジョージア、あ、そうそうそう、小豆島大体集中、坂手港で見なかった、だに泊まります。で、頭にってなんですか。自転車のところをもう細かいことめんどくさいからクロスバイク。トレーニング後の
シュークリームは補給食としてはそんなに優秀ではないんでしたよね。ただ食べやすいんで、なんかあんこ系が補給食と優秀だってよく聞きますけどね。予約確認する、予約する。これで取れたかな。取れた。よし。そうそう、羊羹とか、最近スポーツ羊羹なんていう言い方で売ってますよね。小さい羊羹出してるのはどこのメーカーだったかな。よっと、あの羊羹昔から自転車乗りに、一部自転車乗りに愛されてますよね。あと愛されてると言ったら薄皮パンも愛されてる。あれはジャンクフード的ななんか捉え方だと思うけど、羊羹らしいですよね。あんこ系の 甘さは、まあ砂糖が直接エネルギーになりやすいとかどうとか。あ、これバス停か。バス停っぽいけどバス停の看板ないなと思ったらバス停だった。羊羹、とりあえずすぐ力になるっていうのは確かになんか感じるような気がする。腹がむちゃくちゃ減った時とか。マヨチューチューやるんですか、スリング中に。まあそういう人もいるのかな。マヨチューチューはあれは塩気と、ん？あ、井村屋か。羊羹で食え。井村屋でしたっけ、あの羊羹は。スポーツ羊羹って言い方始めたのは最近ですよね。あんこあんこ。で、下ってまた向こう登ってる道が見える。よし、あんこ型。あんこ型復唱はしてみたけど一体何のことだか分かりません。いや、まあちょっと風が吹いてきてます。向かい風。6時間で、もうさっき予約枠取ったんで、まあちょっと途切れますけどすぐに始められます。ニコニコポイントは確か5000円分だったか3000円分だか買って、5000円分だったかな、をしばらく前に買って。マイクはそんなに悪いですか。おしるこ、あー、おしるこも力になるよな。マイクそんなに今良くないですか。まさかマイクとか IC レコーダーに問題あるのかな。ん、戻りました。森永、森永の甘酒ってあるんですか。ちょっと IC レコーダー側も、そう、また登ります。ちょっと一応この端子もねじってみるか、グリグリと。いや、電波で音がブチブチ鳴るってのはあんまり、あ、乱れるときはそうですか。お疲れ様です。もう少しですよね。常にじゃないのか。坂手港、大阪食堂とかいうところの話ですかね。あんまり見せないってさっきコメントであったんですけど、そこにあって6時ぐらいに行ってやってるんだったら食べたいな、そこで。登る。この枠あと40秒ですね。大阪屋でいいのかな。ただそこが今日やってるかどうかわからない。一応電話しとくか。行ってみてそこしか店がない状態でそこでやってなかったら悲惨だから。お疲れ様です。じゃあここで枠と枠移動します。あと14秒。お疲れ様です。ああ、そうか、予約か。そうか、ああ、じゃあ厳しいな。じゃあ
ファクトリー画面表示して、あと FMLE がこれで復活させられるはず。予約これここにもホテルレストランがあるな。こうしてこっちにペーストこれでペーストお疲れ様です、スタート。よし、いった。あ、見ました、ありがとうございます。そうか、予約か。今電話して間に合う話なのかな。こんにちは。あと予約するっていうことはそれなりの値段になるんじゃないですかね。どうなんだろう。まあ別にその常識外れの値段じゃないんだろうけど。タイトル、今どうなってますか。あ、3日目にしたか。確かそういえば3って書いたような気がする。の話ということですよね、多分。そうか。いらっしゃいませ。3日目してしまったか。ああ、坂店とかありますね。これか、あ、亀の手とかやってる、いらっしゃいませ。口コミ12件ある。日曜日は激混みでした。泊まります。この近所で即中するのはここしかないよ。YO。あと星。ライトハウス年齢制限ないですけど、あんまり年配の人が来ると気を使ってしまいますね、宿の側が。地元の方でいっぱい。メニューの数が半端ない。営業時間書いてあるのはどこだ？写真。なんか本体の情報がちゃんと書いてないな、これ。食べログですけど。マシカか。でも検索するとトップに出てくるから。小豆島クーポンフリーペーパー。4時、予約があれば夜も営業。一人が電話して予約してできる、どうこうなるもんじゃないですよね、多分。4時まで電話取り置き、まあちょっと電話して聞いてみますかね。もう切れた電波かな。静かですね。真っ暗ですか、映像。夜も営業、予約があれば夜も営業。どうなんだろう。まあ聞いてみますかね。発信。あ、大阪屋さんですかね。今日夜って営業されてるんでしょうか。あ、今日4時まで、わかりました。すみません。というわけで、予約が入ってて夜まで営業してるんだったら便乗できるかなと思ったけど、今日はやってないみたいですね。私が行くから夜営業してくれとは言えないってことは、あとはもう食事の店はないわけですね。残飯ダメですね。ちは。宿がここで、この近くで、ショートカットかな。あ、ショートカットのそっちのにあるんですね。ありがとうございます。食事の店は、あとあるのは、本当に大阪屋しか出ねえ。あと、ここにあるのは、
平和堂、食事っぽくないな。居酒屋、味優、帝、スナックっぽいな、この辺りは。南大門飯店、讃岐庵。この辺りがまだやってりゃいいんですけどね。夕方やってないだろうな。じゃあ、カップ麺でも保険のために買っていっとくかな。セブンイレブンがそのショートカットの方か。坂手の近くの宿に泊まります。もうさっき予約しました。茶話、茶話。セブンイレブンってどこにあるんですかね。あ、それも検索すればすぐわかるか。セブンイレブン。フェリー。ああですね。あ、セブンイレブンここか。食事が固まってるのはこの辺りだから。ああ。ショートカットしていくか。まあ時間次第か。まあ近くまで行ってから考えよう。あくまで非常食で。そのセブンのあたりにもしやってるとしたら、店あの入れるとしたらそのあたりなんで、いらっしゃいませ。とりあえずそこまで行ってみますかね。ショートカットしたらどうかな。チキンラーメンか。昨日のギリで、ギリのために。